はい、皆さんこんにちは。ラクトアップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでもお役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録評価ボタンの方もよろしくお願いいたしますということで、毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。それでは今日のステップいってみたいと思います。はい、6、せーの。それではステップの解説いきたいと思います。私、右足のクランプロールから始めたいと思います。今回のテーマはですね、覚えるのは至ってシンプルですが、やると意外にちょっと戸惑ってしまうステップシリーズになります。それでは早速やることいきましょう。覚えることは単純なので、ちゃちゃっと行きましょうね。それでは右足からパドル、ララ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 ラ。となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。そしたら次はダブルになります。タラララリラ、タラリリジャリドン、バ。せーの。タラララリリ、タラララリリドン、バ。となります。で、リズムは全部イーブンで、最後が、タカ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 ドン。となります。これが前半部分になります。一回頭から通すとどうなるかやってみましょう。ゆっくりいきます。タララ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 、せーの。タララ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  となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。こっちがね、実は大丈夫なんですよね。次ですね、やること。今度はスカーフルは一緒ですが、ステップヒールを変えます。やることいきますね。タラララ、タラ、ヒールボールに変えます。さあ、はい、せーの。となります。そしたら、やっぱりやることは次、やっぱりダブルです。ただ、今度もやっぱりヒールボールに変わります。いきますね。タラララリリ、ラララリリ、ラリドン、バ。となります。あは、あ、あは、と、バ。となります。後半部分で一回どうなるかやってみましょう。ゆっくりいきます。タラララララララ、せーの。タララ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 ラと、バ。さあ、せーの。となります。これで覚えること以上になります。そしたらね、頭から通すとどうなるか一回やってみましょう。はい。シックスの、ダラリリ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 。
となります。おそらくね、覚えることは大丈夫だと思うんですけども、このステップヒールがヒールボールに変わる、ここをね、ちょっと戸惑うかもしれません。これをね、何回もやっていると、ちょっとね、戸惑ってくるかもしれませんので、ぜひね、そこを楽しんでいただければと思います。はい、それでは、ちょっと早く練習行ってみましょう。はい。せーのはい。せーのはい。Six, せーのとなります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲で行ってみましょう。はい、それでは曲で行ってみましょう。はい。Six, せーのそれでは曲でいはいせーのはい皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、何度もコンビネーションチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Let's meet next movie. バイバーイ。それでは本日もおまけのコーナーを見ていただいて誠にありがとうございます。今回のコンビネーションのワンポイントコツいきたいと思います。もう今回のワンポイントコツはですね、このスカーフなどのステップヒールなのかヒールボールなのか、ここをね、しっかり意識するってことです。で、実はこれですね、とかですね、っていうふうに、同じパターンを繰り返すと、多分、そんなに苦ではないと思うんですけど、これを、最初は、ステップヒール、次はヒールボール、またステップヒールに戻すっていう、このステップヒールを入れ替えるのを交互にすることによって、ちょっと足が戸惑ったりしちゃうと思うんですよね。ですので、そこでちゃんとステップヒール、もしくはヒールボールの自分の足のコントロールができるかっていうところを、ぜひ楽しんでもらえたらと思います。それとですね、もう一つは、まあ反対足ですね。反対バージョンも意外に左足から始めるとちょっと雰囲気が変わってきますので、ぜひね、反対バージョンもチャレンジしていただけたらなと思います。本当にね、今回見た目覚えるのはすぐできると思うんですけども、実は自分でやってみるとちょっと戸惑ってしまうステップなので、ぜひ何度もチャレンジして楽しんでいただければと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。